カザフソビエット社会主義共和国ジャンブール州、ゲオルゲー部カ出身、バイシュナバの宗教指導者、宣教師、作家。クリシュナ意識国際協会の同志グル及び指導会議の委員で同協会の指導者の一人である。ソビエト連邦の極東で育ち、1978年、ウラジオストクの美術大学を卒業。1982年、 レニングラード市で時空を超えてというバクティベーダンタスワミプラブパーダの本を通して初めてヒンドゥー教の文化に触れた。1985年11月、初めてバイシュナバの人たちに会い、バクティヨガの実践を始めた。その後、説法及びソビエト連邦でバクティベーダンタスワミプラブパーダの本を配り始めた。1988年、 ハリケシスワミからバイシュナガの入門式を受けた、チャイタニア・チャンドラというサンスクリット語の法名をもらった。しかし1998年、ハリケシスワミがクリシュナ意識国際協会を大会したことにより、2004年、インドのマヤプルシにおいて、ジャヤパタカスワミから入門式を受け、現在の法名、チャイタニア・チャンドラ・チャランダースをもらった。趣味は、学生時代からの描画。 アクティティルとハスワミによって開校された、神技術学校の名誉学長である。現在、世界中を巡業し、講義、セミナーや著作など、シュナバ文化の普及活動を精力的に行っている。ありがとうございます。